予報センターより台風8号に関する情報をお伝えいたします。まず衛星画像で見ていきます。南鳥島近海で発生していた熱帯低気圧が台風になったということです。雲としてはそれほどまだまとまってはいませんけれども、この後徐々に発達しながら北に進む見込みです。今後の進路の状況を見ていきたいと思います。現在の状況ですけれども、北にゆっくり進んでいるといった状況です。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルと、台風になったばかりということで、まだこのくらいの強さではありますけれども、発達しながら北上する見込みです。この後の状況を見ていきますと、25日、午後9時にはかなり、北上していきまして、さらに発達しながら、東回りに日本に、接近してくる見込みです。27日には、本州東北地方に、上陸する恐れも、可能性も出ているということですけれども、中心付近の、最大風速を見ていきますと、26日月曜日が最も強く、この後徐々に、勢力を弱めながら、日本を、縦断していくといった進路というふうになっています。ただし、台風勢力中心の風という意味ではそれほど強くありませんけれども、このような進路を通るというのは稀なコースということになります。湿った空気も、東日本北日本の太平洋側中心に流れ込みやすくなりますので、思わぬところで大雨となる恐れがあります。5年前の2016年に台風10号がこのような東回りのコースを通り、北日本中心に、大雨災害となった事例もありますので、今後の台風情報に注目していただければと思います。この台風8号ですけれども、通常では稀なコース、東回りのコースを通って、本州に接近するという状況になっています。今後の台風情報注目していただければと思います。Thank you.